ボートレース宮島専属記者の宮崎常政、通称常です。よろしくお願いします。本日は報知エキサイトカップ3日目のまとめ動画ということになります。3日目はですね、田口節子選手が2着1着と巻き返してきて9点ジャストまで、得点率を上げてきたという戦いになりました。これで得点率首位に立ったんですが、この9点にですね、同率で並んでいるのが森谷大地選手です。今大会は1着2本、2着2本のオール2連体ということで大活躍しております。この森谷選手がどう立ち回るのか、明日はですね、3レース1号艇が回ってきていますが、6号艇に地元の正木政権選手がいます。前付けをどう受け止めるのか注目してみてください。それでは明日もぶっちぎりよろしくお願いします。